まこなこです。2024年9月19日この日に新たなアップデートがあって、5周年のストーリークエスト第2章の追加であったりとか、様々なアイテムが手に入るものなどもありますので、このあたり簡単に紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず5周年の記念イベント、ポータルの方を見てもらうと、こちら側時忘れの島、左下が開放されますので、こちら側ぜひとも狙ってみてください。さまざまな要素達成することによってアイテムが手に入るほか、また次の島も行けるようになりますので、このあたり心玉 A ボックス、ここら辺は特に初心者の方は狙っていくと良いかと思います。最終的にはこの一番上、星フルでは素早さ60プラスが狙えますので、こちら側忘れずに。結構期間がありますので、こちら側はのんびりやってもある程度達成できると思いますが、確認だけは忘れないようにしましょう。そして今回またメインストーリー進めることによって、この真ん中下、この条件達成することによって、様々なアイテムが手に入るほか、またチケット福引きガチャのものももらえますので、5周年記念福引きの補助券、こちら側貯めてなんとか武器を手に入れるように頑張ってみてください。また今回の標的というものが出て、2章の2話をクリアした段階でストーンビースト、これがマップ中に出てきます。これを倒していくことによって、報酬一覧、累計討伐ポイント、たくさん倒してポイント貯めることによって得られるアイテム、様々ありますので、全部狙わなくてもいいんですが、ジェム50を2つぐらい、そこまでは頑張って狙っていく。あとは結構レベル上がって敵の強いものを倒せる状況にならないと、なかなか上の方行きませんので、初心者であったり新規の方はあまり頑張らずに倒せる範囲で倒していってください。そしてもう一個、レベルに応じて敵のレベルどんどん上がっていくのですが、それに応じて倒した敵のレベルによってこうしたアイテムも手に入ります。できればレベル10のジェム50ぐらいまでは狙って頑張ると良いかと思います。そして敵が強くなってしまうと、通常のフィールドにいるこのストーンビーストも倒せなくなりますので、その時はこのレベルを下げておく。この状態にするともう敵のフィールドのレベルも下がりますので、それで今度は累計の方のポイントを稼いでいくというような形で遊んでいくことになりますので、このあたり確認を忘れないように。そして一旦下げた後、またマックスまでやらないと次のレベルの更新できませんので、マックスまでやってると、例えばレベル4倒したらレベル5が出てきて、ここも自動的にレベル5になっていくとなりますので、このあたりやり忘れしないように、特にある程度遊んで強くなってでもレベル低いままということはないように、一応確認しておいてください。はい、続いてありがとう5周年の第2弾がこちら側公開されてます。こちらが期間短いので、必ずと言っていいほど1週間のうちに終わらせてみてください。今回に関しては心メダル&10連福引き、それがもらえるという風になってますので、特に心メダルに関しては準備の方の交換所、ここで限定の方で上の方に出てきますので、こちらに関しては取れる期間がありますので、アイテムそのものは1週間、その後余裕を持って選ぶことできますので、一個一個こういう風に触っていってどういった効果があるか確認をしていく、もしくはネット上の情報に頼るというような形が良いかと思います。私はだいたい半年前ぐらいにこのような同じようなイベントがあって、一番最初に取ったのは竜王の心でした。MP 回復プラス6というものがあったので、初期の経験値稼ぎに活用しています。だけれども後々やっぱり使わなくなってしまったので、このあたりを考えてどこまで長期的な目線で選ぶか、場合によってはもう1ヶ月ぐらいはここら辺触らずにやってみて遊んでみて、そしてその後にまた改めて選ぶ、その時の良いものというものを検討するのも一つ考えてみてください。あとは私がプレイ始めた5ヶ月前、このあたりでは一番おすすめされたのがこのブレアの心、こちら側おすすめされました。そして今改めて見て、今だからこそあえておすすめもできるのかなと。これ何かというと、今結構吹き飛ばしという攻撃をやってくる敵が出てきてます。吹き飛ばされるともうその味方はその場からいなくなる、守り人で吹き飛ばされるというパターンになってしまうと、特にそのような状況が多くなって崩れる要因となりますので、守り人にこのブレアの心を持たせて、そして仁王立ちをする、
この特徴の見返し率 5%、ガード率 5%、このあたりは吹き飛ばしを防ぐのに結構重要な役割を果たすかと思いますので、半年前は他の人はまた別の理由でこの心がおすすめだと言っていたかと思いますが、ここ数ヶ月の敵の強さ、攻撃の方法、それを考えるとまた改めて今おすすめできるのかなと思います。私は多分この心を取って見返しとガード率、それを上げて守り人で吹き飛ばしを防ぐという戦い方をやっていこうかなと考えています。あと多くの人がおすすめすると思われるのは、この下の方にあるヒラーマジンガ、これかと思います。ちょうど半年前ぐらいに登場したこのモンスターで、なので半年前の同じような心をもらえるアイテム、それだと出てこなかったけれども今回は初の登場となってます。単純に力が200以上と、そういう強さだけでなく、このキャラクターどの場所にはめても強い効果発動した状態になりますので、黄色いところにはめたら黄色い心でないと高い効果を発動しなかったとか、そういうことがなくもこのままの値が発動できる。なので元々の数字が高い、いろいろな枠を考えて色を考えて心を配置するのが面倒だという人には特におすすめの心かと思います。他は状況に応じてピンポイントで選んでいく必要性がありますので、自分の心の手持ちの状況であったりとか、その他今後の計画も含めて選んでいくのが良いかと思います。仲間モンスターに新たなモンスターが追加されてます。下の方を見てもらうと空き枠が6つほどできましたので6体登場となってますので、このあたりお知らせには3体モンスターが表示されてますが、他にも3つのモンスターが用意されてます。私はモンスターバトルやらないので細かくは説明しませんが、何かしら新しい要素も登場してますので、そのあたりがっつりやられる方は説明を読んで、また今回のモンスター集めて次回のモンスターグランプリ挑んでみてください。ということで今回はもうざっくりと話が終わってしまって、福引きガチャ引きたいなぁと思ってはいるんですが、もうちょっとパワーを貯めてから、たくさん数を増やしてから引いていこうかと思います。直近行われていた新機能とかサマーメモリー回復系の武器、それはもうなくなってますので、今後またこの上の方のものから引くものを選ぶ。また来週は新しい職業が登場して、そこでも福引きガチャ新しい武器が登場しますので、このあたりまでお金とかジェムとかを貯めておくのも良いかと思います。チケット配布いろいろまたありますので、そこら辺も貯めつつ今回も様々なイベントをクリアしてみてください。今回強敵としてストーンビースト出ましたが、せっかく手に入れたメタルキングの体験、一中効果のある技があるので、それで挑んだら一発目からミスをするというね、通常攻撃をやってまさかのミスという、そういう状況もありましたけれども、メタルキングの体験結構使い勝手良いので、取る方はぜひとも狙ってみてください。以上です。今後もドラクエウォークの動画上げてきますので、よろしければ今後の動画もご覧いただけたら幸いです。ではでは。